もうあの、7月ですよ。はい、はい、7月も近所です。はい、7月。はい、そうです。どうもこんにちは、なきゃです。こんにちは。皆さん、あの金魚の調子はいかがでしょうか。ご自宅の金魚の調子は皆さんいかがですか。この声を吹き込んでるときはまだ梅雨ですね。まだ梅雨ですね。雨もバンバン降ってまして、もう雨のせいで金魚も私たちも、もうなんかジメジメしてますよ。はい、わかる。言いたいことわかる。わかる。梅雨、梅雨、そう、はい、もうジメジメしてるんですよ。ちょっとね、あの気許すとダメですよ、やっぱこの時期は。はい、なんかあの調子いいなと思って、その調子いいなっていうのなんか2日3日様子見たらでけん。調子いいなで様子見たらダメ、うん、毎日とにかく、特に目の行き届かない、まあ、水槽だったり、うん、飼育環境の方はもうあの毎日見ていただきたい、この時期は。はい、もうだって昨日まであんな餌パクパク食って泳ぎまくってたのに、なんでですか。え、なんでですか。あの調子の落とし方はもうなんか、はい、スンってなるよね。スンっていきます。スンって分かってる。スンっていきます。で、見てください、タイのファームの独特の呼び名、これちょっと仕入れまして、赤と黒の模様の金魚をアパーチャッと呼ぶらしいですよ。赤と黒なの。そうです、もう引っ張ってきました、はい、まあ、もうフラップさんに、フラップさんから引っ張ってきました。アパチャ、アパチャ、タイのファームの独特の呼び名。ああ、そうそうそう。この今映ってた子みたいな子、この子たちとか、うん、すごいでしょ。綺麗に並んでる。もうこれ今回のサムネでもいいかなと思ってるぐらい、うん、これがアパチャ、アパチャでいいのかな、まあ、赤と黒の模様の金魚のことをアパチャ、うん、はい、まあ、この子たちかね、見た感じ、はい、アパチャ、アパチャ。でもタイでもあれだね、他にいろんな呼び方しおるとかね。うーん、アパチャがおるけん、ウパチャ、ウパルパみたいな、ウパチャ、うん、イパチャ、まあ、あのこんなこと言ってたらもう怒られますよ、うん、なんでアパチャって意味なのね。なんかあの赤、タイ語、タイ語なんかもじるんかね、なんか似とるんかね、赤と黒。日本語をなんか略すみたいな感じかもしれない、ね、なんかそんな感じかもしれないね。なんかもうアパチャ、うん、アパチャね、一個覚えた、一個覚えました、うん、タイのファームの独特の呼び名で、うん、赤と黒の模様の金魚をアパチャ、ちゃんと言ってください。アパ、ダメです、アパチャ、はい、え、なんて発言するんやろ。発言、発音、うん、発言、発音、アパチャ、うん、ちょっと、ちょっと言ってみて。アパチャ、アパチャ、ちゃんと言ってよ。アパチャ、はい、ありがとうございます、はい、なので皆さん、アパチャしか言わないよ、アパチャしか言わない、うん、なので皆さん、アパチャも含めてこの時期ちょっと大丈夫ですか。本当に難しい、もう本当難しい、この時期は。さっきの話じゃないけど、もう気温、でも気温ってそんなに変動はないけどね。なんか気圧とかそっち関係なのかな。あ、でもとある方がね、ちゃんとコメントを雇ってくれて、そう、気圧とかも関係ありますよって、うん、かわいい、うん、アパチャ、アパチャ、これアパチャじゃないな、あ、これ右アパチャ、おお、これも白も入ってる、あ、白も入ってる、じゃあこっちアパチャ、うん、これアパチャっぽいね、アパチャっぽいね、あ、でも下に白が入ってる、あ、でもその奥も白、そうでしょ、鼻ふさが白だからね、うん、じゃあ、じゃあかわいい、かわいいでしょ、これアパチャじゃない、分かんない、分かんない、うん、じゃあもうアパチャにしようよ、ダメダメ、はい、うん、これ今目の前通っていたのは多分アパチャじゃないかもね。 これはアパチャじゃない、どう、ああ、そうね、うん、そうね、そうね、そうねって言っていいか分かんない。もう今回アパチャのご紹介になっとるやん、うん、まあ、あの酸欠だったかもしれん、実は。あ、ごめんなさい、急に話変えて、うん、外、外のベランダの、あ、酸欠がいいのか、なんだろうな、雨、
晴れ雨みたいな日があったよね。ちょっとその日にね、ちょっと結構長く生きてた子がね、急にね、急にね、これアパチャだ、いやも白いよお腹、あ、うん、急にえっ、うん、ちょっとびっくりしたね。あれでもやっぱちょっとグリーンウォーターやったけどね、もしかしたらちょっと酸欠だったかも。でもね、すだれ、まずそれは一個原因はもう判明してる、ね、ちょっとあそこだけ弱かった、なんかね、社交というか、うん、ちょっとすだれ弱かったんじゃねえかっていうね、うん、ちょっと反省はちょっとあったよね。やっぱケースからもやっぱ熱ってくるけどね、うん、あの上からだけ、水面からだけじゃなくて、あ、だからほら、あのあれでしょ、黒容器は特に熱くなるんじゃない、うん、あ、そうね。まあでもブルーだったもんね、その容器はね、うん、ね、あ、黒い容器にしてたらね、そうね、うん、あのそうそうそう、あのちょっと最近どっかの YouTube でも見たんだけどね、動画でもやっぱあの黒容器だとやっぱ 2,3 度違う、うん、同じ場所でプラス 2,3 度高いって、そう、黒容器、そうだけ、朝昼晩ってこう温度ね、水温を測っとったやん、すごっ、それをちょっと見たんだけどね、すごい、やっぱ白容器は若干低くて黒容器は高くて、これはもう外もハウス内もそんな感じ、うん、まあうちはハウスなんかないですからね、そうですね、はい、まあでもね、それはやっぱり、ああやっぱそうなんだなっていう感じでちょっと情報仕入れてました。これアパッチャーじゃないね、パンダか、白と黒はパンダって言ってるのかな、うん、この手最近買っとらんね、ガラガイしとらんもんだって、ほらこの前の動画の続き、あれがおがいしたやろ、おがいしたでしょ、うん、今ガガ出たね、うんうん、もうそういうガはもう俺カットせんけんもうどんどん流していくけん、もう絶対カットせんけんで、うん、おがいおがい、うん、おがい、うん、この尾のね綺麗さ、ほら白、ほら見て、いい、ここら辺ローズが多いね、うん、こうね、ほら、尾が、うわ、シャチみたいな顔してる。うわ、ほんとね、シャチみたいな顔してる、ね。これ A かな、B かな。A じゃん。あの、やっぱちょっと一点がよね。あ、この花草色違いすごいね。かわいいね。あ、やっぱこう、私はオレンジとこの黒の虎柄っぽい。あ、惹かれますね。虎柄に。カタン、あ、ちょ、うん、うん、まあカタン、うん、その時によるね、その時による、うん、もうそういうのなんていうか知っとる、うん、ね、わがままっていう、もうわがまま自己中って、うん、いいじゃん、自分の好みなんだから、そうそう、その時によって気分が変わるんでしょ、うん、そうよ、たまったもんじゃないですよ、ね、だってその時にいい子がいたら、あ、こっちかなってなる、ああそういうこと、うん、もうさっきからずっとアパチャっていう、あの、うん、書いてますけど、うん、もうここには多分アパチャはいないんでしょうね、うん、さっきのがやっぱりアパチャに近いね、うんうん、あれやっぱいいな、あ、でも、うん、うん、B ね、 B だった、あ、うん、B か、あ、やっぱ A か B よ ね、 そうね、まあそういうことになってくるよね、うん、ね、まあまあまあ、さっきあの柄替えの話もちょっとしたでしょ、うん、前回のちょっと話の時にね、うん、その柄替えと顔で決めるのか、最近顔替えだったからね、そう、ね、前回言ったもんね、フェイス顔ってね、うん、顔もうあんな失態、あんな失態はもうしません、はいはい、でとにかくね、あの私は今回ちょっと言いたいのは、はいはい、ちょっと前振りが長くなってしまいましてすいません、はい、もう9分経ってます、はいはい、いいですか、ちょっと今度は柄替えをしてみたいな、ここはもう一回原点に戻って、まあ、顔なんか見てた、一番最初顔なんか見てました、柄の方を見てたかも ね、 そ、 うね、でその次に顔を行って、うん、でおなんか見てなかったでしょ、おなんか全く見てない、全く見てなかったでしょ、うん、あの体がショートっていうのは前提で見てた、そうでしょ、うん、だからやっぱり今年ね、あの佐賀で覚えたでしょ、ガラガイっていう言葉を、うん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 、ね、一回もう一回原点に戻ってガラガイを、うん、ね、ちょっと一個言葉を覚えた、うん、あれ、これさっきからこれ映ってるの、あ、うちの子、
うちの子ってまだあの最後の動画ああこういうところですよねやっぱり、まあ、それはそうですよ、打ち合わせも何もしてませんから、ね、あーですかね、もう孤立ですかね、え違うかな、あ違う、うん、あ王がちょっと違うな、うん、違う違う、なんかあのうちにいる、まあうちにいるって、まあ、まずここから買っ購入してるから似てる金魚がおってもそれはおかしくはないわけで、やっぱ似てる金魚おるね、いるよやっぱ、大したもんで、やっぱ兄弟なんだろう、ね、でもやっぱりね、自分の買った金魚を改めてこうやって動画に撮ってる中で見るとすぐわかるね、うん、そうよね、うん、あ、この子じゃんって、これメダカ、あ、この子じゃん、ほらあーね、うん、はい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 、あれね、そうそう、やっぱメダカも金魚も恋もやっぱそこは一緒なんだろう ね、もう自分飼ってるやつは多分すぐパッてやっぱ分かるんやろね、うんうん、だってね、メダカの方たちも言ってたしね、すぐ分かるんだね、あ品評会とかね、うん、自分のだってすぐ分かるって、うん、やっぱ大したもんね、分かるな ね、うん、ガラガイだ次は、ガラガイね、あの最近は本当なんかね、ちょっとあの調子に乗って、うん、もうこじゃれて、うん、顔ばまじまじと見て、尾をまじまじと見てもうあの柄なんか見てないもん、あ本当にやっぱね、うちらつったら柄は好みがあるからさ、もう言っちゃいましょうか、皆さんに、皆さんに、皆さんにって、皆さんに、皆さんに言っちゃいますけど、あの私たち2人も全然違いますから好みが、まあ、びっくり、びっくりするぐらいもう ね、好みが違いますから、まあ、あなたもそれが好きって言ったらもう水槽中全部その柄になるでしょうもうあのセンスのなさはもう引きますもんだって、えそんなこと言ったらさ、そうやってしてる人に失礼じゃない、失礼、すっごい失礼だよ、あそうね、そうね、その柄が好きでその子が好きで、うん、それだけ集めてる子も、ね、いる、そうね、おるね、はい、謝って、はい、大変申し訳ございませんでした、はい、すいませんでした、はいはい、ちょっとちょっとあなたのあのあの柄の寄せ方はちょっとまあひどいっていうか、そのあちょっとあのワンポイント白を入れてみてはいかがですかっていうねこともちょっと言いたくなっちゃうよね、ちょっと黒もいかがですかっていう、まあでも黒赤やけんね、うん、うん、ちょっとですね、うん、たまには白い子もね、うん、でもほら、たまにさ、あのランチューとかさ、うん、クロランとかだけいる水槽とか見たら、あれはスパイル、かっこいいね、かっこいい、かっこいいね、とかもほら、フラップさんとかもさ、ランチューのでっかいのだけさ、いるとき、柄がちょっとほら、似たようなのとかさ、あれも迫力あるよ、うん、やっぱね、これは人間なんでしょうね、うん、まとめじゃないんですけど、うん、やっぱり自分たちにこのないものねだりね、うん、やっぱいいなと思ったらね、うん、いいなって思っちゃうしね、うんうん、東もね、この東ちゃんたちもね、ね、まあかっこいい、かっこいいでしょ、なんでね、うん、フラップさんのとこ行ってもう欲しいやつ全部買おう、いや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 そんな器になれればいいですね、